とぶり。今回は対抗立志伝を実況していきたいと思います。前回は何度も何度も盗みを重ねてスイフ頭に昇進したところまで。貧困を稼いだのが全部盗みというのが何とも言えないね。それだけしか稼ぐ手段がないのが一番悲しい。本当にね。でも、スイフ頭に昇進したことで新しい種名が増えた。その新しい種名、用心護衛で厳島まで来たんだけどね。で、そこの道場で修行してるわけだけど。長槍と戦うのは初めてだよ。射程が長いけど近距離は攻撃範囲じゃないんだっけ？そうそう。結構いいのが入った。あれ、いきなりピンチ？うまくかわしたけど、やる気満々だな。ダメだった。この3人の連携は強すぎるよ。長槍との戦いはまだ早すぎたな。もう少し修行しないとダメかもね。もしくは、武具を揃えるかだな。そういえば、装備できたんだったね。いいのが見つかるかが問題だけど。帰りに境に寄って見てみようか。何かいいの売ってるかな。職人じゃないし。微妙に似てるじゃない？一択だけな。うん、消化だから全く似てなかった。完全な間違いだったね。いいのある？ブグは。火縄銃が優秀なのがあるけど。火縄銃は戦いづらそうなんだよね。具足も何番道具足があるけど。買うほどの価値じゃないよね。価値も以上のが欲しいよな。盗むしかないのかな？結局それかよ。何番召喚覗いておくか。何も買えないけど。で、ラファエル？ルビール？やっぱりそこが気になるよね。というか、なんか微妙な片言なんだけど。一応日本語は少し話せますよという感じなのかな？これって、大航海の方々がまだいるかも？さすがにいないでしょ。そうだよな、記憶ないもんな。いたらいたで驚きだよ。確かにな。ここですのまた一夜城の報告が。藤吉郎がやったようだね。そりゃ驚くよな。誰でしょう。ハチスカさんの活躍も思い出してあげてください。藤吉郎一人じゃできなかっただろうからね。今度は東洋に呼び止められる。一応は源内にも情報は流れているんだね。それが一番いいと思う。北畠家は将来的になくなるしな。恩義なんかを重視してると滅びるぞ。こんな世の中、恩義だけで生き残れた苦労はないからね。古いしがらみから抜け出せない奴は多くいるから。用心護衛の仕事を受けるようになったので剣術修行中。ただ、敵多すぎない？1対4はさすがにひどいよな。うまく立ち回るけど勝てる自信がないよ。それか刀から何かに乗り換えるかだな。それも考えておかなきゃないかもね。確実にやりたいんだけどな。その場に留まったらボコボコにされるから。相手の位置を予測して攻撃していくしかないんだよな。これで全員の敵図は合わせた。勝ちにしてもらえないかな。これでまず一人。二人。なんとかなるかな？より間違えた。まだ大したことないよ。ここでヒビなんか使うな。まだいけるよ。ここでかわすとか。さすがにまずいかも。と思わせてあと一人。さあ、どう始末してやろうか。ここで読み間違える。今の動きは予想できなかったよ。ややか。勝たないとカードももらえないんだね。
狩猟のし直しだな。もう見慣れた表情の景色。平凡から脱却したい。源内は吉高のことを嫌ってて成果は平凡だけど決めているのかもね。完全な嫌がらせだな。って、主命だけど。簡単なのは貴重品入手かな。結局盗みか。水夫頭の仕事がないから仕方ないじゃない。変な主命受けるよりかは硬いからな。そういうことだね。じゃあ、いつも悪いけど千利休さんから貴重品もらうか。多分三度目のお宅訪問。そろそろ警戒し始めてもいいんじゃない？貴重品盗まれまくりだからな。床下に隠してやがったか。一応は警戒していたのかな。というか、価値録のものかよ。盗む品がほんと高価なものになっていってるよね。で、ついでに最下の町によって鉄砲狩猟。今浜より教え方が上手い気がするような気がするよ。絶対気のせいだよな。それは成果を見てもらえばわかるかな。いきなり4枚抜きしやがった。これが最下の町の教えだね。今のところ無駄玉なし。無駄玉なんて打つはずがないじゃない。順調に2枚抜きをしていく。無駄玉打ちやがった。攻防も筆の誤りと言ってね。百発百中というわけにはいかないよ。今ので全玉数より射抜い玉との数が超えた。あとはどこまでプラスにできるかだね。結果は27枚。東大随一と褒められたね。これだけやれば技能レベルも上がるかな。おお、4になった。これは鉄砲を使えという示唆かな。扱いが大変そうだけどな。今度は忍術をレベル4にすべく。めっちゃ増えてる。前回が16人で今回は20人だね。さすがに苦戦するか。こう多いと目が滑るよね。特徴的だけど右側から見つけるのに時間がかかる。まさかのミス。似た服を着やがって。ここあたりから加速だ。なんとか4つは20丸をもらえたね。もらえずか。鎖かたびらのひびか。刀のひびはどこで教えてもらえるんだろ。間違いなく道場でしょう。となるとあの4人に勝たないといけないのか。体調が悪くなったので家で休むことに。疲れから思わず本音がこぼれてしまう。家の中にうんちくじいさん。間違いなく不法侵入者だよね。叩き切ってもいいけど教えおこうか。ふむふむ、水分技能4に、すべての技能を足して30以上か。結構ハードルが高いね。となると、他の仲間と仲良くしなきゃないのか。贈り物構成でなんとかなるかな。それしかないな。先導か。ある意味出世が一番大変かも。頑張って勲功稼ぐしかないな。で、現在の吉高の能力はこんな感じ。技能数は25だな。水分は4になっているからあとは技能数を増やすだけか。何が稼ぎやすいかだな。レベル低いところをどんどん獲得するのも手ではあるよね。簡単なのな。じゃあ、勲功稼ぎつつ技能も取得していこうかな。相変わらずの表情。用心護衛が最近指示されることが多いんだよな。遠くに行かされるから勘弁してほしいんだけどね。今回は選べる任務。千利休さんから貴重品もらおうか。もう何個目だよ。一番楽だし。4度目の千利休さんのお宅。一発は無理だったようだよ。何度でも行けるから気にするな。もう見つけた。これで4つも貴重品が盗まれたけど千利休さんは何もしないのかな。全部が贋作だったら面白いけどな。で、今井宗久さんのところで。贈り物用の金塊を買うよ。その前に茶の湯でなんとかできないかと思ったら。海賊には茶の湯の良さがわからないようで選択肢すら出なかったよ。茶の湯の良さがわからんか。さあ、金塊をばらまいて仲間を増やそう。まずは、ヘイマから。
金塊あるから来るときには協力しろよ。やはり大喜びのようだね。一回の贈り物でマックスまで親密が上がったし。やはり海賊、ちょろいね。サンタワー。どこまで上がったかな。ハート一つだけか。となればあと2回渡せば問題なく仲良くなれるということだね。予算時はどうだ。その前に鉱山の技能を教えてもらおうか。どういうゲーム？金塊の場所を選べばいいのかな？いまいち説明がわからん。とにかく金塊を選べばいいのな。え？あ、もう選択しなきゃないんだ。わかりづらい。選択できてる？左下のカウンターは増えていってるから問題ないと思うけど。急がないと選択できなくなるのか。これはなかなか難しいというより理解しづらいね。次はなんとかする。そうだね、リベンジしないと。前回も最初の選択しない時間がなければいいところまで行けたはず。順調に選べてる。たまに選択が間に合わない時があるね。上出来まではいけたか。なんで鎖釜？何が鉱山と関係があるんだろ。鉱山の次は開墾を上げていくよ。読んでもこれは得意な方だったと思ったら全く違う？どうやら全てのマスに水が流れるようにすればいいようだね。いける？慣れてしまえばかな。最初から置かれてるのもあるのか。うまく活用していかないとね。角用のは角に設置しておこうか。今度も出てこないとも限らないからな。何個も来たらさすがにしんどいけどね。一直線が欲しいようであんまりいらないかな。設置場所がむずいのがどんどん来る。なんとか耐えしのがないと。でも、このまっすぐならなんとかなりそう。まだ序の口だからね。ここあたりからきつい気がする。どんどん置けるものが制限されてくるからね。なんとかなりそうな予感。なんとかなったようだね。多分全部に水が行き渡るはず。よし、完璧。次も完璧。刀狩り徴兵することがあるのだろうか。3回目は結構大きくなって苦戦したけど無事完璧。表情を終えての4回目。今回も完璧。もう負ける気がしないね。いい感じにカードが増えてく。一回飛ばして6回目のチャレンジ。今回はミスったよ。けど、無事開墾技能が4になった。モグラ攻めだ。これは嬉しいね。元なりにやられまくった記憶がある。今回はやり返せるようだね。技能数は30を超えたのであとは勲功を稼ぐだけ。何やら揉め事のようだけど。なんか絡んでるな。その喧嘩は吉高が買ってあげよう。結構鍛えてるからな。
い感じに射程内に入らないな。入ってないのかよ。近すぎたかな。まず一人。当たれば一撃かな。よかった。これで絡まれてた人を助けられたようだね。誰なんだろ。滝川さんじゃないですか。何やってんの。何か用か。兄貴を知ってるのか。何やら知り合いなのかな。そうなのよ。それでもう大変。なんで井戸端会議風なの。何でも頼まれてやるぞ。お安い御用だ。まあ、詳しい内容は話せないよな。さあ、首でも跳ねてくれ。そうしたら話早いのにね。なんか怒ってる。私味方、怖くないよ。絶対怪しい人だよ。熊の水軍を口説きに来てたか。そのまま吉高が口説かれてしまえばいいのに。そうしたら話は早いよな。織田家直参になれば出世街道に乗れるしね。ふむ。そこあたりで来たのが信長様のすごいところ。そこで伊勢が欲しいわけね。熊の水軍が味方したらいい感じに確保できるかもってことか。でも、県内はダメだぞ。骨の髄まで北畑家に染まってるからな。いきなりな宣言。やる気を見せることは大事だよ。まさかの信長様に拝謁できる？これは来たね。このビッグウェーブ乗るしかない。地道な努力の結果滝川さんに見出されて信長様に拝謁できそうなところで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。